はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメカ実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。っていうかさ、これ死なないんだよねすごくない？いやいや、なんか偶然できたんだけど、全くマリオが死ぬ気配がないんだよね。いや、すげえなと思って、こんなに集まってくんのに黒猫さんのコース、花茶草の壁こちらやっていきたいと思います。ほう、確かに花ちゃんの壁がゴールを塞いでいる。これはでもちょっとさ、花ちゃんが右に行くときにゴールに触れそうな気がするんだけど、ここダメか。でもそんな感じじゃない？勢いよく行っちゃえば行けちゃうとかダメですね。ここ、あ、違うわ。ほい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 、これで行けたりはしないよねほい、あー、ダメか。スキップスキップ、ランランラン、あ、行った嘘だろスキップスキップランランランで行ったわ。皆さん、ここの攻略法はスキップスキップランランランです絶対違うけど。メロディーアイさんのコース、ミニマリオ N の11マスを生き残るザマス、こちらクリア率 1.15%、 なかなか難しそうですがやってみましょう。どういうことなんだ、右、あーん、はーあー、難しそう。そういうこと。だから、まずここでしょ、まずここでしょ。そんで次に、ここ。次にここ。うわ、きつきついきつい、超きつい超きつい。コイン、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 はーここ、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 うわーいきます。ここ、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 よし来た。はい、1アップ。もう一丁、1アップ。もう一丁。P スイッチ、P スイッチ、あ、P スイッチゲット。あ、これでいいのか。やったー。ふぅ、頑張ったぜ。大変だった。悪質ドキドキコース2、ステルス落下、安心してください。落ちます。こちらやっていきましょう。安心できないんだけど、全然。さあ、落ちないでね、落ちないでね。どういうこと、どういうこと、普通にこのまま乗ってってって、うまくできてんな、これまた。おお、ほう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 。そして、そして、ここの上まで来ましたよと。落ちるよね、落ちるよね、落ちるんだよね。気をつけて気をつけて。どこ、マリオがどこにいる、マリオがどこにいる、はっはっはっは、どこどこ、わーいつ落ちるか分かりづら。いや、タワーオブテラーみたいだね、本当に。さあ、いつ落ちる。マリオがいなくなったよ、マリオいなくなったよ、どこどこどこ、あ、いや、マリオここにいた。ああ、このままじゃあ降りていけばいいんじゃない。楽勝だぜ、ヘイなんか今のはラッキーだったね。さあ、2つ目、2回目の落下でございます。次はどうなるかな。てれ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 、落ちますよ。ここら辺にいればいいんじゃない、多分大丈夫、多分大丈夫。よし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 、完璧。さあ、3回目、いいね、ちょっと分かってきたよ。だから結局左から何番目っていうのを覚えとけば大丈夫。うわ、ガリガリさん、ガリガリさん、君たちはちょっとどうなんですか。落ちるタイミングによっては相当まずい、相当まずい気がする、相当まずい。ああ、危ない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 よ。ちょっと焦った、今潰されると思った。ヘイ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 、ドア入って、あ、ゴールさせてくんない、ゴールさせてください。ありがとうございました。ロザリナさんのコース、ピアノ、こちらやっていきたいと思います。ピアノね、綺麗に鍵盤みたいになってる、プカプカ浮いてる、素晴らしい、綺麗え、すごくない、普通に。待って、でもさ、これ結構気をつけていかないと死んじゃっぽいよね。と、お、気をつけて、あぶれ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 、あ、あ、あ、当たっちゃったこれ結構むずくないか。わわ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 、ちょっと待って待って待って、落ち着いて落ち着いて、ここジャンプして、つい落ち着いて、右に右に、危ないって、あかんわこれ、きついわ。そんで右右に右に右に、ちょ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 、右に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 
全然右に行けた危ない危ない、よしよしよし、で次落ち着いて、うー当たっちゃうか、空当たっちゃうか、はいよしよしよし、来た、なんだってキノコちょうだい、よーしキノコゲット。さあこの後はあるのかな、うん、ドア、そんでうわここ全部炎だな、全部炎、あっちちここ大丈夫、ここ安全ね、オッケーオッケー、あなるほど下そういう仕組みになってんのね、危なかったよ、何どうしろと、これで爆弾が出たが、しかしなるほど、もう一回ちょっと待って、ドアに入って入り口に戻んないといけないのか、ここに出るよね、そういうことだよね、でもう一回行けと、お前らもう一回行けと、はい頑張ります、危ない、死ぬとこだった、挟まれちゃダメ、ここ安全じゃない、全然安全じゃない、あでもこれでいけると、よしんで左 P スイッチを踏む、そっか全部落としてからか、よし戻ってきた、次大きいまま戻ってきたよ、そんで P スイッチをまずは踏んでしまって、そしてこれで左に行けばいいかな、落ちろ、よしいいね、あんでこれ戻れと、はい右に行きますと、なんで大砲が出てきてんの、ちょっと地味コアなんだけど、はいしょ、オッケー、ドア入って、でこれは右に、はい土管に入りますと、そしたらどこに戻ってきた、んこれでゴールかな、もしかしてこれは何を表してるんだろう、んでここでゴールだね、ありがとうございました、いやーこれ綺麗だね、美しかったです、ありがとうございました。小づっちさんのコース、スピランには2つの意味があります、その意味とは自分で考えてみて、こちらクリアしたらその意味がわかるんでしょうか、やっていきましょう、いっちいちゃっぱまあ最初はこんなもんだよね、うん、はいこういうことね、はい、ふーんスピンかい、ほいよ、オッケー、こういうんじゃないか、いけるんじゃないか、よし来た、はい、待って、いける、あ全然いけねえや、ダメだわ、はいよっと、そんでここから落ち着いて、ナイスイン、危ない、そしてここ乗って、はい、ここもスピンだ、全部スピンだわ、いいんじゃないか、はい、そんでこれ乗って、多分ね、そうだよね、ここ待たないといけなくて、よし、落ち着いて、落ち着けば何の問題もない、行きましょう、オッケー、切れた、さあ、こっから、ん入る、危ない、入れた、さあ、こっからは、何、花ちゃんに乗っていくの、花ちゃんに乗って、どこまでも、右へ行ってほしいな、花ちゃん、右へ来てほしいな、花ちゃん、右なんだよ、右、そう、その調子で右に来て、あーほー、花ちゃん、右に来て、そう、いいね、あーなんで急に方向転換するの、右、よし、来た、はあ、もう、ダメだ。見に来い。よし、来た。うまい。これうまいぞ。これ来てる。来てるよ。その調子。来い！危ない。さあ、これで、ね。土管入っちゃっていい。大丈夫。土管入っちゃう。こっからは時間まだある？嘘だ。はい。あー、ここもスピンかー！くそー。来い。よいしょ、オッケーナイス、そんで土管入って、さあここ失敗すんなよ、ほいオッケー来た、はいよっと、そんでゴール、よかった、ふーなかなかきつかったぜよふーありがとうございました。そういえばスピランの2つの意味全然わからんかったわはい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。そして今日のラッキーな人は、通学通勤に片道1時間半以上かかっている人
はい、お疲れ様でございます。大変だとは思いますが、気をつけていつも行ってらっしゃいませ。はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、コーナーでした。ではまたね。グッバイチャー。